ファナティックは25年以上の歴史を持ち、飛行機などにも使われている、超軽量、高反発でスムーズなパワー伝達を可能にした、ハニカム素材っていうものをこの業界でいち早く取り入れたブランドです。今回私が紹介するのはこの FTC ツインです。 FTC ツインはキャンバータイプとロッカータイプの2種類があります。で、これまず見てください。これ木目調じゃないですよ、ほんまのウッドなってます。で、一本一本木目が違うので世界で一本の板になってます。で、来期はこのノーズとテールにあるハニカムが 20% 拡大したので、さらに軽量化になってて、あと高反発になりました。こちらが FTC ツインのキャンバータイプの方で、私も実際使用している板なんですけれども、こちらはちょっとキャンバーの形が変わってまして、通常、キャンバーこういう形になってるんですけれども、これは横から見るとちょっとダブルキャンバーみたいな形になってるんですけど、ここは浮いているっていうキャンバーの形になってまして、で来期はより緩やかなカーブになったので、乗り味がマイルドになりました。乗り味はマイルドにはなってるんですけれども、エッジの食いつきはいいですし、もう全然グイングインカービングもできます。で、キッカーももう、ハニカムも増えて反発力も上がったので、高く飛ぶこともできますし、もう本当にオールラウンドですね。で、ジブもグラトリもできますし、特にグラトリでも反発系グラトリが好きな方とかにおすすめの板になります。こちら、ロッカータイプの FTC ツイン VDC なんですけれども、こちらは横から見ると、ダブルキャンバーだって、こっちがキャンバーでここがロッカーになっているタイプなんで、スピンとかスイングウェイトが軽いのでスピンもしやすいですし、あと操作性も上がっているので、シャバシャバな雪とかでも引っかかりにくいですし、あと地形遊びとかジブとか、あとグラトリでも特にスライド系のグラトリとかが引っかかりにくいのでおすすめです。普段私は、平日が多いんですけれども、奥美濃とかあと滋賀とかで滑ってるので、あと京都店、モリスポ京都店にもよく遊びに行ってるので、普段はちょっとちょんまげしてないんで乙女すぎて分かんないかもしれないですけど、普段これで滑ってるんで気軽に声かけてください。はい、皆さん、ファナティックに乗ってファンタスティック。